狙いすぎてすぐちょっとカウントを悪くしてしまう。2円と3になってフォアボールなども少し多いかなという印象がありますから、そうするとジャイアンツは一発のある強力打線ですよね。そうすると対応してる可能性も出てくるわけです。ですからそれを恐れずに思い切って腕をストライクゾーンに投げ込んでいけるかどうか、ここが藤井投手の今日の生命線、一つポイントになるんじゃないでしょうか。リズムよく投げればですね、野手陣も非常にいいリズムで攻撃に移ることができますから、そうすると北海道日本一のファイターズに一発